お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日ね、マルチやっていこうかなと思います。で、今日なんですけども、本当にお前これ本当に強いのかよっていうのをすごい思うんですけども、なんかこれで、またね、前回ゴレスキラだっけ、えぐいデッキ出したんですけど、このバグって人が、またね、今回ゴレバルーンで、私はこのデッキをテストしましたみたいな。で、7級行きましたみたいな。で、本当にこれで7級?世界8位かっていうところなんですけども、じゃあ使いますよねっていうところで、まあ前回と形がほぼ一緒なんですけど、ダクネスケドロヒースピー入ってヤナアメファイボーで一緒ですね。本当にヤナアメポイズンのヤナアメファイボーになって、なんだ?スケラがバルになってるだけかな、多分。本当に。っていう、ほぼ全く一緒の方なんですけど、まあこれでね、そんなトロ上がるなら、使いますよって。まあランバーもいるか、ちょっと変わってますが、ってなわけで、まあ、ゴレが強いのか、ダクネが強いのか、スケドラが強いのかをね、ランバーが強いのか、バルーンが強いのか、もう全部強いのか分かんないですけども、ヒースピとか。まあ、環境強いというか、まあ、強いカードぶっ込んだみたいなところですね。ゴレ、ダクネ、ランバー、バルーン、スケドラ、ヒースピ、まあ、アンパイ、ヤナメみたいなところで、環境ファイボ。さあ、これ後半なったら、え?後半なれば勝ちじゃないこれ。と思うんですけど、この人さ、ワンチャンさ、最近当たった人じゃないかな。違うかな、ゴレスキャラ使った時に、ファルチェフキアゴレに当たったんですよ。スケアミガゴムレ。そう、いやー、さすがにこれはきついよって、その人しか使ってないデッキだったんですけど、僕の記憶がマジで、本当に正しいのならばですけど、てか直感が正しいのならば、この人はね、その人なんですけど、いや、違うかな、さすがに違うか。そんなこう偶然同じような人と当たんないっすよね。まあ、でも、相手が回ってくるっていうので、ワンチャンそのゴレ、ダクネ、ファルチェの可能性があるんですよね。そうなると、マジでちょっと大変。本当に前回負けたので、同じようなデッキでね、今回リベンジしたいなと思います。で、勝てば、勝ってぐらいで76に到達できるので、76にね、ちょっと到達したいですね。さあ、こっからですよ。まあ、ゴレ展開して、いや、ぽいな。これ展開して、どうするこれ。うおー、来た来た来た。あれでも、俺の知ってる人、スケルトン部隊入ってるっけ?ザップスケルトン部隊。ジャイスケラ?いや、待って。ワンチャン当たってるくらい、マジで。説あるっすね。この付近を無視して。いや、すごくない俺。よく覚えてるくない?いや、これ端っこから出す、プラン考えてたんだけどな。あ、で、しかも、ガゴムレがあるんですよ、この人。なので、もう逆サイランバーバルーンして、これやりすぎかな?逆サイランバーバルーンして、ヤナアメを構えるっていう。さあ、これで、ヤナアメ構えて、来ない。全然来ない。うわ、めっちゃいい防衛するじゃん。で、やばい、ファルチがやばい。まあ、ファイブ打ってばいいか。ファイブ打って、タイル、なんならこれでいい。なんだれ?お、てか、一本折れてる。いや、耐えれるんじゃないこれ。耐えて、ヒースピ添えて。あー、やべ、攻め取れてくる。いや、てか、めっちゃいいあれじゃん。え、てか、俺のあれ、どっか行った。やべ、やべ。ランバ頼む、マジで頼む、マジで頼む。お願い、本当に。てか、スペルで終わるか。あー、これ、殴るよねー。さあ、こっから問題むず。これ、やばいかな。逆サイ8枚これ来て、終わるわ。やったこれ。来ますよね。ああ、うわー、終わったくせーよー。ちょっと待って、ヤナム打ちて、ダクネ処理して、ヤナム打って、OKOK、いや、ある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 、全然ある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 、溶かして、僕のゴレはどっか行っちゃうんですけども、いや、強え、それが強え、それが強え。で、ファルチも強え。やべ、ゴレちょっと今、下手だった、普通に下手だったな。真ん中吹き矢とか来んのかな。一回守れますね。いや、行っちゃうか。俺ぐらいになると、行っちゃうって思ったけど、相手もなんか分かってましたね。いや、これでガゴムレか。まあ、ガゴムレ使ったら使ったり。全然いい、全然いい、全然いい。これ来なければいい。これは来なければ。真ん中これ。やめて。いや、めっちゃいい試合すんじゃん。ちょっと待って。真ん中これ来るぞ。いや、普通に来るの。てか、行っていいな。行ったもんがしない、こんな。あ、ランバ待って、ランバ。
待って待って、てかトルネガル、やべ、え、待って、ワンチャン神ファイブ、サタ。サタは神ファイブ説ある。耐えて、いや、しかも、なんなら右もいける?なんなら?なんなら戻ってきちゃった、お前。なんなら自由人か、お前。さては?で、ガゴムレ?ガゴムレ?ガゴムレ?からの?ファイブ圏内?圏内じゃねえ、これ。圏内じゃない。いや、真ん中好きだろ、真ん中好きだろ。真ん中好きだろ。耐えて。耐えて、やばい、オッケー、危ねえ、ちょっとやばい、危な、危ねえ、最近マジでなんかこんな試合ばっかなんですよね。本当に心臓がね、持たない、マジで持たない、やばくない今の。よく電気覚えてたくないっていうか名前すごいっすよ。だってほんと一昨日ぐらいにもこの人と試合しましたもんね。久しぶりだわ、久しぶり。しかも全くような、俺もほぼ一緒のようなデッキ。さあ、いやでもこのデッキね、ゴレクローンとかと結構似てますね。ゴレダクネを作るんですけど、ゴレダクネを別に作んなくてもいいんですよね。ゴレダクネを作らずに、まあ、だからゴレダクネを作るか。ゴレダクネを作ってからのランバーバルーンを同際に行くのか、てかランバーを同際につけるのか、そもそもバルーンを同際に行くのか、逆線にランバーバルーン行くのか、逆線にバルーン単体で行くのかとか、だから無限の攻め方があるってやつですね、また。だから、まあ、ゴレ出して、相手の様子見て、対空めっちゃ裂いたら、じゃあ逆サイ行くよみたいなとか、まあそんな感じですよね。で真っ向勝負、じゃあぶあれですね、ぶっつめでこうゴリ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 っていった時に相手が守れないだろう。まあメガナイトとか、特にメガナイトとか、まあそれで大型スペルないとかだったらもうね、勝つサイドこう超固めだしみたいな感じかなと思いますね。さあテスラが厄介なやつですね、これは。でロケットが来る、ロケ打ってたらスケドラ追加してと、え、待って、トルネもそうやと。で、テスラが、テスラが割れろ、テスラが割れろ、ゴレ、ゴレ、君の役、見て、勝ったじゃん、これ。本当に?出た。この前、多分この前僕の動画見てくれた人覚えてると思うんですけど、一昨日ぐらいかな。もうこのゴレスキャラね、こんなほぼスキャラバージョンみたいなの出したんですけど、そん時も、遅延テスラクロスに当たったんですよ。で、ゴレ組んで、なんか後ろつけてスケル打って勝ちみたいな、そんな試合だったんですよ。なんか今回も、本当にそれですね。なんかゴレ組んで、バルーンつけて終わりみたいな。まあ、ゴレに、バルーン入ってると思わないですもんね。普通はね。普通の人間ならば。で、これは、まあ、耐えれるでしょう。ゴレのね、爆破がね。問題は、まあ、2周目の相手のクロスをどう守るかなんですけど、まあ、スケドラがあるので、正直余裕で守れるのと、なんならこれ追加してもよかったっすね。追加してよかったなー。だってこれアイススイーツで受けられるだけっすもんね。まあだけど、一旦防衛したいですね。本当に。でも僕が攻めすぎなければ負けないので、今回は。さあもうヒースピまで使って、てか5打って、ゴリゴリね。ゴリゴリ耐えます。ゴリゴリ耐えて、これランバーブルにしちゃいたいな、これ。で?さあ、いや、めっちゃいい竹。で、いい感じのロケットが来るぐらいか。まあ、ロケを使ったら使ったりが、使わないと、ああ、そういうことっすね、これ。強いっすわ。ああ、多分。このデッキに対して多分ね、相性がいいのかな。でも、まあ、僕のデッキがバレてたら、正直これ、防衛クロスで、まあ、ロケット防衛無限とかされると、きついと思うんですけど、やっぱデッキがバレてない。デッキバレしないっていうのが、結構強いですね。そう、初見殺しにやっぱめちゃくちゃ刺さりますね、こういうのは。さあ、76こんな簡単にいっちゃっていいのっていうぐらい簡単にね、さあ到達しました。で、上がもうでもね、8000はいってないんですけど、まだ。もう7級後半ぐらいかな。は出てるので、ちょっと行きたいですね。さあさあさあ、よろしくで、まあ、ゴレがありますね。いや、マジで、大型。てか、相手が何も前半出してこんかったら嬉しいな。ね、もうなんか後ろからゴレ出して、まあ、ネクストダクネやってほしいですけど、ゴレダクネ組んで、同サイランババルーンか逆サイランババルーンするだけで、基本タワー折れるというね、すごい画期的なデッキですね。便利、かつ楽だし、勝てる。いや、マジ最強ですね。それゴブリン、ファルチェホグですかね。ファルチェホグロケットだったら、悩みますけどね、さすがに。悩みますね。まあ、だけど、あれなんですね、ロケット最近っていうか、ロケットイモリに対してスケドラがね強いんですね。スケドラがいるだけでこうロケットイモリ系に勝てる可能性が、お、ホグだ、テスラホグだ、なんでだ、まあ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 わかんないですけども、
おー、わかんねえな、君。いやな、バルーンつけてえな、これ。バルーンつけたら折れねえかな。ファルチあんのかな。ファルチありますかね。一旦まあ、卓につけるでしょ、一旦。一旦、あー、ファルチありますね、やっぱり。あ、でも、これにトルネキを使ってくれれば、僕は、あで、これでもランババルーンしたらロケだけで終わんのかな。一旦ランババルーンして、ロケットのエイム合わないでしょ。あー、いや、待って、さすがにそれやべ。テスラ、うわー、テスラウッド。いや、ファルチこっち向くな。一発バルーン一発入るよね。うーわ、一発も入んねー。やべえよ、これ。これやべえよ。このファルチは無視だな。いや、ちょっと下手だったかな。今、どうしてもトルネ使ったけど、テスラがあるんだな。なんで？本当に疑問に思うんですけど、なんで？なんでこれにテスラ入ってるんですか？本当に。僕がヤナのファイブならもう分かってますね。だから、ファルチは突破できないですね。攻めトルネぐらいあるとすごい嬉しいんですけど、まあ、ないので、っていうか、まあ、うまいですね。早めに溶かすっていうね。さすが。さあ、いや、これはね、なかなか苦しい展開になってきますよ。いや、めっちゃうまいじゃん、テスラ置くタイミング。なんか、うまくない？そのタイミングでテスラ置くといい感じになるんだ、みたいな。これ、ちょっとバルーン飛ばして、ホグ来ないで。来た。ファイブツでしょ？さすがに。あー、まあまあまあ。で、取れねえか。うぃー！厳しいございますよ、先輩。これはね、まあ、僕の窓ね、これ完璧に立ち回りしたらいけっかな。いや、テスラが良くないっすね。これ、なんで？何の子がテスラになってるんですかね、これ。あ、ロケだ。ロケがもうテスラになっちゃってんだ、これ。ああ、なるほどね。そういうことか。ホグ、ああ、なるほどね。このホグやつは、まあ、バルーンが何がきついんだろう。全然違った、全然違った、全然違った。なんか、全然違うじゃん、君。テスラライトニングホグファルチウッド。まあ、ちょっとね、ファルチが気持ち辛い分がありましたが、ちょっと負けて終わるの嫌なので、最後一回勝って戻っておりたいですね。まあ、ファルチがきついというのは、まあ、メモですね。メモですが、なんか、個人的にはゴレダクネだったり、まあ、ゴレスケドラ組んで、そっちにファルチ使わせたら、逆サイに、こう、ランババルーンとか結構刺さると思うんですけども、まあ、ファルチプラス施設だった場合に、限っては、話が違うよね。っていうのはちょっと思いましたね。まあ次勝てば何でもいいですね。さあ、名前にハートがついてる人が2連チャンかな、多分。いや、すごいハート大人気ですね。あ、もうこれ全部無視ですね。ちょっとね、考えることをね、今日もやめたいと思います。いや、ヤナメ使いたいですけど、一回ね、本当にごめんなさい、マジで。視聴者の皆さん、本当にごめんなさい。僕はこんなことしたくないんですよ、本当は。で、これもしかしたら、ファイブザップなんですよね。ファイブザップなので、こう、ま、つけたら、コウモリが来る。てか、ファイブで防衛される。やだやだ。ファイブ防衛？おい、さあ、からの、ヒースピード添えて、コウモリ来ても、全回復と。え、待って、めっちゃうまい。で、コウモリ裏から。いやこれで折れちゃう世界なんですよね、本当に。マジで、僕の視聴者さんは僕がダクネ嫌いなこと知ってると思うんですけど、僕使っちゃうんですよね。本当に。いやー、まあまあまあ、でもこうなると、大型のがやっぱ有利に運べるんですよね。わかりますね。やっぱこう、ゴレを使う人の気持ちも。気持ちいいっすもん。さあ、でもこっからとかがね、結構むずいですね。だから今のも折れたからいいですけど、簡単に守られたら守られたで、まあ、萎えますしね。さあ、というわけで、ファイボだったので、僕のダクネが結構無双しちゃいますね。で、あれにはヤナメ使いたくないですね。ウォルフレが来たら使ってもいいが、いや、これちょっとあれだな。なんもすることないですね。あ、でも相手もファイボ咲いて結構暇そうなので、で、ウォルフレが単体来たらヒースピだけで何なら完封できる。キング起動してるんでね。多分完封できると思うんですけど、僕の記憶的に。ああ、無理でしたね。まあ、一発ならよくて、あ、ファイブザップこれ、バルーンつけて、ヤナメまで打てれたら勝ちなんですけど、問題はそれができるかどうかってとこですね。ファイブなんで、早いんですよね。相手のファイブのエムが。
すげえ。でも僕は自分から攻めずにこう待っとけばいいんです。相手はこの束をどうしても削りたいので、僕はこう無理に攻めずに待っとけば、いつかねこう相手は輸品と処理できなくなって結構時が来ますね。もうケツバルーンとかなんならしちゃいたいですもんね、正直。でこれもう壊しちゃってさあ、からのですよね、こっからのこのゴレがもう止まんない。しかもなんなら5を5早く裂いて、バルーン出して、バルーンここで5も裂いて、ヒースピーコウモリでしょ。おお待って、やった、これコウモリおいで、いらっしゃーい、よっしゃ。これはもう一発からのいやー、ファイボ圏内、グッドゲームですね。この人はもう絶対上手い人っすよ。だからこんな高回転のファイボザップのウォールブレーカーなんで使えないっすもん。うんね、わかんないけど多分、てかまあむずいじゃないですか。でしかも大トロと、まあ、言ったところで本当にね7900いけちゃいそうっすね、これ。なんかこういう小物系にすごい相性がいい感じがしますね。まあプリンスゲとかちょっと辛い感じもしますけども、まあ皆さんぜひ使ってみてね。これはいいですよ。はい、というわけでね、ちょっと最近こんな変なデッキバッグ出してるんですけども、ちょっと楽しんでね、皆さんもぜひ使ってみてくださいといったところで、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。またね。